モーリス・ドラージュ、モーリス・ドラージュ、または、ドゥラージュは、フランスの作曲家、パリ出身。ラベルに作曲を学び、その芸術サークル、アパッシュの一員となる。ラベルの鏡の中の金の谷ラバレデ・クローシズは、ドゥラージュに検定されている。藤田つぐじと親交があり、室内アンサンブルと声楽読書のための徘徊の出版符は、藤田が想定を手掛けている。 ドゥラージュの実家は、富裕な商人で、そのため幼少期から、インドや中国、日本に滞在し、当時のフランス人作曲家には珍しく、アジアの民族音楽の実態を現地で触れて知っていた。アジアの音楽からの影響は、デビュー作で、かつ最も有名な作品となった、四つのインドの歌に、現れており、インドの様々な民族楽器の音色を描写するために、 弦楽器の頻繁な特殊奏法やドローンを表す低音楽器の持続音が利用されている。この作品は初演に立ち会ったドビュッシーから絶賛されたが、生来神経質だったドゥラージュにとって、大屋からのあまりに高い評価は、生涯プレッシャーとして追いかぶさったようであり、これ以降は慎重にゆっくりと作曲する姿勢をとった。 よりはっきりとインドの古典音楽を利用しているのはラーガマリーカ・ラーガモリカである。この作品にはプリペアドピアノが要求され、インドの太鼓を模倣するためにピアノのバスの音域の弦の下に厚紙を差し挟むように指定されている。パリで死去した。ありがとうございます。